ロモモ上げ体操。今日は初心者向け腹筋スペシャルの4分間。今日ももも上げしないバージョンでお送りするぜ。マンション在住のもも上げアスリート専用、一切飛び跳ねないエクササイズを考案した。さあ心の中でもも上げしながら4分間きっちりいこう。まずは肘をついて足の曲げ伸ばし、これが簡単すぎる場合は肩を床につけて行うとより強度が増すから、やってみよう。序盤はこんな感じでどん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 決めていく。とはいえ初心者向けなのでご安心ください。1,2,3,4,5,6,7,8 ゆっくり足を交互にくる。ビートとは裏腹のゆっくり徐々に腹筋、そして大腿筋がポロポロしてくる。見た目以上へ来るね。これも肩をつけるともっと強度が増すので、初心者向けでちょろいぜなんていうやからはどんどんチャレンジしてくれ。さあ足を上げて上体を起こしていこう。腰の変なところに力が入らないように安全なやり方で腹筋を磨いていくよ。どうですか、腹筋の板チョコがガーナチョコレートがバキバキ割れてくる割れてくる、とはいえこの浮きは取りてえな。年を取ると背中の方まで浮き輪がついてきてもどうなってんだ。どうでもいい、寝そべったままでお尻を上げる。腹筋上部中部カバー満遍なく磨いて浮き輪を取っていく。こんな救命胴いらないんだよ。 救命胴を外す。腹筋の地獄と頂上はもうすぐだ。黒びかりしたカブトムシのようなミヤマクワガタのようなシックスパックを超えたインセクトパック、インセクトパック目指していこう。さあ膝ついてプランク、膝をついたプランク、一本の針金のように大臀筋と腹筋か力を入れてまっすぐになってみよう。さあそのまま肘を伸ばして腰を入れる。ウフトボケフフシャキンまで後輩キン全部がパパパパパパコサバシャン楽しかった。今日は初心者向け腹筋スペシャルの4分間だったけど、やってみるとまあまあがっちりの体になるね。もも上げはしなかったけど本当に楽しい4分間でした。またここで会おうぜ。もつかれ様でした。畳1畳もも上げ体操。